よし、それじゃあそろそろ私たちの出番だな。いよいよだね。気合い入れていこうね。もちろんよ。あと笑顔も忘れちゃダメよね。だな。和太鼓会の新星はやっぱりいいこと言うな。けどなかなかこの雨止まないね。さっきの気合で雲は少し薄くなった気がしたけど。確かにお客さんも徐々に帰り始めてるみたいだな。だんだん人が減ってきちゃってるし。そのためにもこの雨をなんとかしなきゃだよね。さゆ先輩も待っててくださいね。私たちの気合でこの雨雲吹き飛ばしちゃいますから。はい、わかりました。あのさ、ちょっといいかな。どうした、みさき。あのね、さっきからずっと言ってるんだけど、スマホの天気予報だとこの後晴れるんだって。だからそんなに心配しないでも。みさき、そんな天気予報なんて当てにならないわ。天気予報だって外れることもあるもの。それはそうだけど。うん、確かに心の言う通りかもな。天気予報なんて当てにしてちゃダメだ。この雨を止ませるのは私たちの気合しかないだろう。そうだよね。私も自分たちの力でなんとかしなきゃダメだと思う。さすが智恵ちゃん、いいこと言うよね。やめろ。私だってみんなからいろんな大事なことを教えてもらったから言えただけで。なんか勝手にいい話みたいな雰囲気出してるし。っていうか天気予報と気合だよ。普通天気予報の方が当てになるよね。私が間違ってるの？なんかこの異様な価値観に飲まれてよくわかんなくなってきてるんだけど。よっしゃ、それじゃあ行くか。今まで以上の気合を入れて本番に向かおうぜ。おー、気合の掛け声はやっぱりハッピーラッキーポピパパピポパだよね。もちろんよ。あ、それなんだけど、さっきはまだ半信半疑で言い出せなかったんだけどさ、今だったら自信を持って言える。よかったらその気合の掛け声に私の気合の言葉も入れてくれよ。そっちの方が絶対に効果が上がると思うんだ。トモエの気合の言葉？それって何かしら？あ、あれだよ、心！ソイヤーってやつ！あのソイヤーのことね！そう、ソイヤーが入ると絶対もっと気合が入ると思うんだ。なんていうのか、ソイヤーって言葉にはそういう不思議な力があるんだ。確かにソイヤーってそんな感じするかも。ソイヤーってとっても不思議ね。なんかみんなソイヤーを当たり前みたいに使ってるけど、そんな公用語ないよ。それじゃあこんな感じかな。ハッピーラッキーポピパパソイヤー。ソイヤー。それじゃあみんな気合い入れていこうぜ。雨雲レーダーもこんな感じなんで、だからさよ
先輩が雨のこと気にしてるんだったら、私すごいと思います。え、すごい、あれが。だって皆さん、現状を変えるためにあんなに本気になって頑張っているんですから。え、じゃなくて天気予報を見ましたよね。別に頑張るとかじゃなくて、雨はそろそろ止むんですけど。皆さん頑張ってください。さよ先輩までこの雰囲気に飲み込まれてるし。さよ、みさき、あなたたちもそんなところにいないで、こっちで一緒に盛り上がりましょう。え、私の出番はまだなんだけど。奥沢さん、一緒に行きましょう。どんどん向こうの世界の住人が増えていく。